スパイスラジオ聞いてくれよ。スパイスラジオってこっちですか。プロテインが足りねえんだな。スパイスラジオ見たいですよ。爆発的にプロテインを飲もう。すいません、刺激はどこですか。 FM のスタジオでお送りいたします。恋したいですね。今年最後らしいよ、マジクラブ。聞いた。恋のパンパパ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 したいですよ。生活に刺激を。ヒーローズワークアウトはどこですか。爆発的にチャサンです。すぐカレーにするよ。カレーは辛いよ。Yo yo yo Spice Radio Radio マンゴラスイもありますよ。はい、皆さんこんにちは。スパイスレディオ始まりましたよ。本日も DJ フラッシュとユキです。今日はどんな感じですかね、ユキさん。めちゃくちゃ暑いですよ。5月の、26日ですね。水曜日は3時から始まりましたスパイスレディオ。いかがお過ごしでしょうか。今日は沖縄めっちゃ暑い。やばいっすね。だからさ、死に暑いけど梅雨になってもう早20日ぐらい経ちました。経ってるぐらいですかね。梅雨は経ってるけど何回降ったかな。雨3回ぐらいじゃないですか。でもなんかまあそうだね、雨降ったり降るときは結構降ったりしたけどね。今日はめっちゃ暑い沖縄ですけども、皆さん熱中症にならないように気をつけてくださいね。はい、スパイスレディアではただいま、ツイキャスの方生ライブ配信しておりますので、ぜひ皆さん絡んでいきましょう。はい、カンバさん、イエーイ、こんにちは。来ました。はい、こんにちは。今日も沖縄暑いですけども、もう5月もでも最後の放送かな。そうですね。やばいな、あっという間に。あっという間です。5月早いですね。5月あっという間だね。まあ沖縄の沖縄全国的にもそうですけど、はい、まあ緊急事態宣言が、で沖縄も出たんだよね。出ましたね。23日ぐらいから出たんか、はい、ということですね。はい、DJ フラッシュとユッキーは国際通りにあります一銀通りの、まあ、スポットライトというお店ですね。お店を営んでおりますけども、ただいま、まあ、時短の営業か、はい、12時から8時までの時短営業をやっておりまして、まあ水曜日はね、今日ラジオがあるんで、ディナーの方は毎週水曜は定休にしておりますけどもね。まあ今日も地元のお友は後輩かな、後輩くんが来てくれてね、はい、まあ男2人で、はい、いかつい方が最初びっくりした。シャローツパスタを食べてました。おっさん、アラサーの2人がね、はいはい、もうなんかサラダとかセットついてるじゃないですか。うち、うん、おしんこの方がいいのかなって思って、漬物出そうかなって言って。だからさな、はい、まあでもまあぜひ嬉しいですよね、地元の方に来ていただけるのは、はい、ピザとパスタのランチの方をねやっておりますので、ぜひ皆さん、ランチ沖縄ね暑いんでね、まあ、ちょっと涼しみがてらね、はい、お昼ご飯食べに来てくれたらなと俺思いますので、ぜひよろしくお願いします。まお、はい、長谷川さん来てます、はい、スパイシーなレディオが始まるよ、始まってるよ、うん、水曜日が定休日になってます。夜ね、夜だけ、ちょっと一旦このね、うん、ラジオ終わりにいろいろ買い物行ったりとか、行こうかな、お店のね、DIY を最近楽しんでますのでね。病院とか歯医者さんと一緒ですね。午後の検診はないですよ。みたいな。そうだね。そうそう、まあでも、まあ、3時まではね、午後はね、ディナーの時間に大体仕込みなどやったりしている感じですね。はい、はい、なんでぜひ、水曜日はお昼、まあ、ぜひ遊びに来てくださいね。もう昨日も結構ちょこちょこ、最近はね、うん、カフェ感覚で来てくれるお客さんが増えてきたね。ありがたいですね。カフェ感覚っていうか、まあ、そうだね、涼みにですよね。そうそうそう、読書だったり、別にそうそうそう、そんながっつりランチだけしに来てっていうわけじゃないんでね、はい、普通に読書したり、はい、コンセントはですね、コーヒー飲みに、そうそうそう、お貸しできますので、そうそう、コンセントもあるし、 Wi-Fi もあるんでね、はい、ネット環境は整っておりますんで、ちょっとお仕事したい方でも全然 OK ですんで、はい、ぜひぜひリモートワークしていただいて。いいね、いいね。それをただ見ている。僕はガン見しますけど。そう、一銀通りのスポットライト、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、スパイスレディオは YouTube の方も過去放送流しておりますんで、ぜひ、まあ、BGM 代わりになど聞きたい方は YouTube でも検索してみてください。ということで、ね、今週はねどんな感じでいこうかなと思ってテーマ決めてたんだっけ。一応先週ですね、先週はテーマ決めててね、先週、まあ、今週やるぞっていうテーマはね、なんと沖縄モテ料理ザ夏バージョンです。でいいですか。沖縄も夏も入れてどんどん的を絞っていくんですけど。
大丈夫ですか？大丈夫です。まあ別にさ、もう俺らがやってる、まあちょっとあのおすすめのね、まあモテ料理っていうか、まあおすすめ料理ね、沖縄のじゃなくてもいいね。まあでも僕はモテ料理知ってますよ。あ、知ってる？まあそうだよね。これはさっきね、あの後で話したいんだけど、いろいろ話していこうかなと思ってます。じゃあ今週はあの料理関、まあ今日はね久々に料理関係ですので、ぜひ、やっていきたいなと思っておりますので、ぜひこの後も聞いてください。じゃあ今日も行きましょう。はい。はい、皆さんこんにちは。スパイスレディオ始まってますよ。本日も DJ フラッシュとユキです。はい、ということでね、今週はまあモテ料理的な回でやっていこうかなと思っておりますけど、最近まあ僕らはね飲食店に従事しておりますので、料理を作る機会が多いですけども、まあ男の人でまあ一般的に料理できるって一応はちょっとあれだよな、モテポイントポイント高いですね。ユッキーさんも最近はもうめちゃめちゃなんかこだわり出してるのなんかね、なんかもう俺が知らない名前も言いがちになってきてるよね。まあ知らないのを作りたいだけなんですけど、ね、最近何作ってたっけ、なんかガスパチョとか。ガスパチョとかガスパチョって知ってます皆さん？あれはでも結構なんか、うんうん、いいよヨーロッパとか好きな人は、はい、私は知ってますよみたいな、はいはい、知らないけどね俺は、はいはい、あのどんな料理なの覚えてる？もうどんな料理だったかすら俺もちょっと忘れたな。まあトマトベースで、あートマトベースのちょっとクミンとか効かして、あスープだっけ、ちょっとスパイシーな冷製スープ、はい、パンとかも入れて、もうなんかさ、はい、1年前にからさ考えたらありえないよね、なんかウケる。まあ一応そうっすよね、ウケるっすよ。ほんと生きてるような俺な。生きってなんぼですから最近他になんか作ってたね。昨日レンコンのポタージュとかも作ってなかった？レンコンがあったので。皆さん、あのレンコンのポタージュとか飲んだことあります？じゃなんかウケるんじゃないですか？じゃなんかあれがほんしかも あったからね。本当は、うん、生の状態であったらやっぱすりおろしたらちょっとトロトロになるらしいんですよ。ああなるほどなるほど、ちょっと芋感じゃないけど少し、はいはいはい、あのはいはい、山芋とそんな感じの。ただちょっと下処理してたやつなんで、はいはいはい、まあもうサラサラ系になったっていう。じゃあポタージュかな。いいね。あのあれですよね、薄く切った揚げたレンコン刺しがち。いいねいいね、まあまあそうそういうことですよ。まあ、僕らはね、あのモテたいだけでね、横文字の料理をただひたすら調べるっていうことをやっております。そうそう。あと僕お家でやるときは、うんうん、よくあのガチャガチャさせますね。どういう意味どういう意味？パセリ振りがち。ああなるほどなるほど、ね、刻みパプリカ散らしがち。刻みパプリカ刻みがち。おカンパチさん来てる。カミさんが作るより俺が作った方が子供はよく食べるよ。あでもねこれはね難しいですよ、これはね。わかるわかるけどね、僕も親父がたまに作ってくれる料理超好きでしょ。はいはい、俺ね最近引っ
越してからほぼ料理作ってないんだけど。ああそうなんですね。あの嫁さんがね結構あの奥さんがあの料理するように なってるから。でも最近はっていうか、まあ、もう普通にあの、はい、お母さんの味になってきておりますので、普通に俺も今日おかずあるとか言ってあったらちょっと普通に食べますね。ちゃんと美味しくいいねいいね。だからでもたまに作るとねやっぱ楽しいよね。家で作るってなんかちょっと違うよね。まあそうっすよね。あとなんか勝手が違いますよね。ああそうそう、まあ、俺なんかそうだね、家っていうかもうお店だからさ、はい、器具がなかったり。最近でも僕 あれ買ったんですよ。僕っていうかもうお店で買ってるんだけど、皆さん知ってますか、低温調理機器 あのボニークっていうやつがあるんですけど、はい、ボニークプロっていうなんていうのかな、もう本当に温度の管理が低温、そうですね、まあまあ低温5度からなんか調理器ですよ、ね、そう900度ぐらいまでの範囲を設定できて、うん、一定の温度でこの食材を温めで調理ができるっていうやつなんですけど、それをね最近買ったのでちょっと早く作りたいね、いろいろね。はい、なんかそう、ね、マジかっこいいんですよ、ボニー。もうあれのおかげで、そう本当に1時間つきっきりとかが。がなくなるんだ。なくなる。もうそのままね、自動で温度の管理がしてくれるんだよ、ね。よろしくっつって。そうもう例えば60度とかだったら60度ってなっちゃうんですよ。でも普通のあれだったら火加減で60度って結構難しいんですよね。そういうのを自動でやってくれる機械を最近購入したので、まあ、例えばあれ 何系に使うの、お肉でもいいし。まあ、例えば牛レバーね、そうコンフィだったりとか、まあ普通に牛赤肉がもうめっちゃジューシーになったり、ささみとか鶏のささみとかでもめっちゃしっとり、もう水分をきれいに、ゆで卵とかも自分の好きな具合に。あーマジ最強だね、半熟加減とかじゃないですか。わあいいですね。だからもうこれを最近ねひたすら調べてねやっております。お長谷川さん、レンコンで、あさっきねすり流しならうさがったことあるよ。あ食べたことある。そう、おはろうさん、メンソーレ帰ってまいりました。おかえりなさいませ。はい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 、いいですね。今日はですねモテ料理と関して やっていきますけど、うん、最近なんかおすすめのやつとかある、ゆき。なんか重ねたらいいっすよ女性に出す料理は重ねたらいいっすよ。で名前はなんていうの、ミルフィーユとか使っていいのかなとか、まあ高い素材をね使ってたらロッシーニとか言ってもいいし、高い素材じゃないんだったらミルフィーユとか。あとね半熟卵とかね使うんだったらね、あれ使えるよね。なんだ、ポーチドエッグ。あポーチドエッグとかいいんだよね。ポーチドエッグ作り方を教えて1リットルに対して水ですね、お水の1リットルに対して、はいはいはい、50cc の酢を入れます。 50cc のお酢、はいはいはい、はい、まだ2リットルだったら100ですね。2リットルだったら100、はいはい、沸かします鍋のなんて縁っていうんですか、はいはいはい、鍋肌から卵を入れると勝手に丸まります。あとなんかこのねビヨビヨってなったの取って、なるほどなるほど、要は転がさせる感じね。勝手にこう水流で回るんで、うんうん、なるほどなるほど、はい、で沸騰してる中に入れちゃって、ね、そうですね、はい、でまあ冷水で冷やすと。これは何秒とかあるの。大体1分半ぐらいですけど、触ってもうポヨン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 されてたら、はい、これさえ覚えとけばいけるね。もうほらハンバーグに乗せても、はいはいはい、ポテトサラダに乗せても、はいはいはい、サラダに乗せても、なんて言うんだっけ、このピザとかに乗せるとそれ名前、ビスマルク、あビスマルク、そう、はい、ビスマルク風ってこれ使えるよね。じゃあ使いますよ。ああいいですね、焼いた野菜の上に乗せるだけでも、ビスマルク風ですよ、はい、皆さん。したらもうとろっと卵溶けて女子はキャッキャですいいね。おバーベキューでホイル焼きやりがち、いいね。あわかる、バーベキューのホイルは勝ちですよね。あれうまい、何でもいい、ね、いやキノコでもね、はい、鮭でもいいしね、はい、そうそう。ハローさん、アサリの唐揚げ、アサリの唐揚げがうまいぜ、業務用スーパーの冷凍むきアサリで作れば下処理はいりません、はいはい、こんなに安くて楽でうまくていいのかと思う。えこれって何かにつけるんですか、アサリの唐揚げ。それも片栗で揚げるだけなのかな、ぽくない。でもなんか、なんすかね、イメージはそんな感じじゃない。でも確かに一応うまいよな絶対に。なんかカリだし中は柔らかいですかね。カリジューシーみたいな、出汁が出る感じですか。おーなるほどね、やってみたいねこれ。アサリいいね、煮卵もうまい。煮卵いいね、煮卵簡単だもんね。ザ男の料理って感じしますね、うんうん、煮卵。味付けもう本当にあれはいいよね、あれ、はい、置いとくだけでいいし、センスが問われます、ね、
そう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 、あーいいね。まあとりあえずあの半熟卵、ポーチドエッグはじゃあ押さえといた方がいいか。とあと半熟卵の作り方ですよね。半熟卵の作り、あ、半熟卵の作り方。僕大体あの冷凍、あ、冷蔵庫からすぐ出して、うん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 、沸騰させたお湯に7分放つ。はい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 。したらもうトロトロなんですよ。1分ごとでだいぶ硬さが変わるみたいです。変わってくる。あれも自分好みの卵のあれを知っておく。え、もう一回言って、冷蔵庫から出した卵を沸騰したお湯に入れて、沸騰したお湯、お湯はなどんだけでもいい、はい、はいはい、入れて7分、入れ7分間もうグツ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 沸騰させたまま、まあなんか100度近ければいいんじゃないですか。はいはいはい。でやれば、で冷水、あの氷水、はいはいはい、やればそう、ね、トロットロ、まあ、でも8分ぐらいがちょうどいいんですかね、煮卵ぐらいだったら。いいねいいねいいね、そうだね。こういうのを覚えとくと楽っすよね。そうだね、家でやるときはね結構いいかもね。はい、俺は結構でも 何やるかな、もうでもモテ料理か、モテ、まあそっか、パスタとかはよく作るけどね、はいはい、パスタはやっぱなんかもう最近はもう本当にペペロンチーノ派代表じゃないけど、うん、いろんなペペロンチーノ。でもあと最近はやっぱでも乾麺、やっぱ戻ってくるね。乾麺うまい。ちゃんと茹でればそう、プリプリの、はい、プリプリの感じのアルデンテっていうの本当にあのいいよね、お家で。なんかいろいろあるっすよね、うん、最初は沸騰させすぎないとか。あ、そう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 、つきすぎないとか、あ、そうそうそう、グルテンが壊れるから。結構そうそう、俺なんそうだよ、の 俺はそれを意外にやっぱちゃんと守、なんか基本じゃないけどさ、なんかグツグツさせすぎじゃない、はいはい、家とかだとさ沸騰させた方がいいみたいな感じだけど、あんまり沸騰させない方がいいし、まあ、ゆすらない方がいいし、はい、まあ本当にちょろちょろちょろみたいな感じでしょ、はい、でやって、そうで、まあ茹で汁をしっかり使って、まあ、乳化させるのが難しいからな、どっちかでも乳、うん、そう。俺でもパスタは必殺技知ってるんですよ。なになに、モテるんだったら、おう、あのスパゲッティを買わない、スパ、あ、はいはいはい、カッペリーニとかフィットチーネとか、うんうんうん、生麺を買うと、はいはいはい、単純に一気にお店っぽくなるじゃないですか。はい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 、それでまあモテますよね作る相手がいるかどうかは知らないですけど確かに、まあ本当にそうだ、あのそれね、あの例えば本当に今教えた温玉とかね、はい、あの ポーチエッグっぽいのを上に乗せさえしたらもう勝ちだからな。あともうパセリはマジで生使った方がいいですよ、ね、結構生パセリ使う人あんま少ないと思うんだよね、家とかだとね、うん、結構俺なんかももともとこの居酒屋とか、ね、居酒屋さんにいる時はさ、あれ使ってたんだよ、あの普通の、ね、あれなんで、ね、チップっていうの、はい、のパセリ、もう普通のもうやられてるやつ、はいはい、まあ彩りがさ綺麗だったらいいんだけどさ、あれ結構使い切らないでさ、はい、置いとくとさどんどん乾燥していってさ、あの色味がさ、はい、薄れていくじゃん、はい、あとあれじゃないですか、なんか青のりぐらいかけないと風味なくないですか。あ、そうそう、味もないじゃん、はいはいはい、でもなんか生パセリにした途端全然なんかあこんなにっていうかうまいのって思ったよね。しやっぱお店っぽくなるさ。あ、そうそうそう、彩りもめっちゃいいからね。そう、あ、じゃがいもが高くてカレーに入れる、あ、今高いんだじゃがいも。あ、残念ながら本日私カレーパーティーなんですよじゃがいも鬼のように入れましたカレーパーティー、はい、カレーパーティーっていうのが開催される時がある、開催しました。昨日作りました。ああ、なるほどね。夜中に、夜中にね。で、あの僕今夜は米食べないようにしてるんで。ああ、なるほど。じゃがいもその代わりめっちゃ入れました。めっちゃ変わらなきゃ意味ないやんそれ。まあどうだね。バーベキューでトマトシチュー作りがち。すごい。バーベキューなやりたいね。本当に今年までやってない。お、この時期冷たいうどんのレパートリーがこれなんていうの、枯渇した時に。冷製ジェノベーゾ、はい、ジェノベーゼうどんにしがち。なるほど、なるほど、ね、うどんって意外とパスタ合うっすよね、うん、うどんパスタっていうか、パスタのソース的なのと、そうそうそう、うどん、カルボナーラとか、はい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 、トマト系とか、うんうん、冷製トマトとか、はい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 、そうだ、合うんですよね。意外にそうだね、あのもちもち感とか逆にいいのかもしれないね、うん、はいはい、俺んだ、ね、マジ本当にでも最近あの暑すぎて冷やしそうめんやっぱ作るけどね、はい、何入れる冷やしそうめんの具材とか決めてるのある？あ、俺別に具いらない派なんですよ。え、まあネギ、あ、はいはい、ネギ、みょうが、あ、みょうがね、わさび、はいはい、柚子胡椒があれば、あ、なるほどね、間違いないですね。まあ本当はすだちとかあったらうどんとかめっちゃ、まあ、ぶっかけたいですけどね。沖縄だったらシークワーサーとかでもいいかもしれない。あ、そうですね、はい、お、チャーハン、ハローさん、俺チャーハンしか作れないとか言ってアンチョビキャベツチャーハン作ったらモテる。お、これはモテるね、かっこいいな、なるほどね、はい、あ、そうだね、はいはい、あのアンチョビとか使ったらさただかっこよくない？なんかアンチョビ
アンチョビ何にでも使えるよね、意外に。あと食べ慣れてない食材使うの大事ですよね。トリュフとか。そうだね、そうだね、はい、ピンクペッパーとかさ、はいはいはい、なんか謎のやつ入れとけばさ、何これみたいな。確かに。そっか、そうだね、基本のもので。ただ食材をちょっといいやつに変えるだけで、いいやつっていうか、まああんまりね普通すぎないのを入れればいいかもね、はいはい、だってあの知り合いのお店がやってるグリル野菜の、うんうん、はいはいはい、まあ、自家製あれなんでしたっけ、何かけてんかな、赤ワインソースかな、バルサミコ酢かな、あ、はいはいはい、なんかかけてるんですけど、はいはいはい、おしゃれじゃないですか、はいはいはい、焼いてるだけですからねあとグリルって言っときゃいいみたいな、あんなもん焼いてソースぶっかけてるだけなんですから。でもうまいもんね、あの焼き色がついてるだけでさ。そういうシンプル料理も意外とモテるかもしれないですね。なるほどね、そうだね、うん、そうそう、アンチョビキャベツいいね。アンチョビね、アンチョビがシンプルうまいんですよ。最近さ、このなプッタネスカとかも作り出してるけどさ、もうなんか、はい、な最初聞みんな分かってないよね、なんかこれ何、はい、ですかみたいな。あれはねあれ俺もう大好きなんですよアンチョビ。あのこのオリーブとか、あのいやでも一般的にやっぱまだあれなんだろうね、浸透してないのかな、家で食べるとかは。まあちゃんといろんな料理を作るマダムたちは、うん、まあそうだね、やってるかもしれないですけど、はい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 、忙しい主婦がそうね、いちいちアンチョビとかやらないですよ、ね、だしまあ業務スーパーに行かんもんね、基本大体そういうところに行ってアンチョビだったりさ、まあ、スーパーに売ってる。子供がいる人はなんか作れるんだけないですか、アンチョビとか。そうだね、確かにね、まあ、味濃ゆいしね。アンチョビ、ガーリック、オリーブの黄金トライアングルが好きなんですもう一回言って、アンチョビ、ガーリック、ガーリック、オリーブ、はい、オリーブ、はいはい、間違いない。この黄金トライアングルは何に入れても美味しい。これはさ、あれか、ロマーナとかでもいいか、あ、何でも、ね、ピザね、そうだね、何でもいきます。家にあるでもアンチョビとか。あります、あります、あるんだ。あ、でもあんな大きいのじゃないですよ。あ、まあ普通のでしょ。なんかカンカンの100均に持ってんだよね。そうそうそう、今すごいよなアンチョビ。あれストックしてますね。そうそう、しかもそうだね、あの保存食じゃないけどさ、はい、いけるからね。あのパセリとかも、うんうん、結局スーパー行ったら僕が行く時1袋60円とかであるんですよ、うん、そうだよね、意外に安いんだよな。で60円だったら最悪腐って捨ててもいいじゃないですか。まあまあそうね、そうね、うん、本当になんかそう、あのおしゃれっていうか雰囲気とか風味とか結構出るから、うん、いいよね、色味もあって。そうですね、そっかそっかそっか。他にでもマジあの最近はなんか友達からなんかケイちゃん焼きっていう岐阜かどっかのなんか郷土料理、なんかちゃんちゃん焼きみたいなやつ、そうそう、それの鶏肉バージョンのやつなんだけど、それを送られてきて、はいはいはい、なんかそれをキャベツと炒めるだけらしいんだけど、まあ、その、現地では鉄板焼きで、もう鉄板で焼いてで、そのままキャベツと炒めて出すみたいな感じで、めちゃうまかったな。まあ、味噌バターなんですか。あ、そんな感じ、そうそう、味噌味噌醤油みたいな感じ。うん、あ、結構肉自体は味濃いんだよ。あ、濃いんだけど、このキャベツと一緒に食べることに、あのシャキシャキな感じと塩っ気っていうか、この味噌の気がめっちゃうまい、はいはい、あれとビールが最高にマッチして、男の料理って感じです、ね、そう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 、なんかそう、あとはなんかそうだな、ソース家でなんかさ使う時とかってさ、はい、何ソースが多い、焼きそばソースとかおたふくソースとか。いや、うちはもうお好み焼きのソースしか使わないです。あ、が多い。コロッケでもハンバーグでも、ウスターとかはあんま使わないもん。ウスターは使わないですね。ウスター使わないですね。沖縄の家庭ウスター使いがちだよな。ウスターとツナ缶使いがちですよね。あ、ツナ缶は使いがちだね。沖縄でもそうだな。沖縄も絶対的にあるね。俺なんか消費量日本一でしょ多分。お歳暮とかでツナ缶がケースであるのにびっくりしました。ええやん。あとお米が化粧箱に入ってる、うん、え、化粧箱箱に入ってるじゃないですか。あ、はい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 、お歳暮用に、はい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 、何それ。そ、そんなないの、見たことない。そうなんだ。でも結構あるけどね。まあそうだね、お米がこれからの時期はまた暑くなって、まあ、一応お歳暮ってもうちょい、まあ、おせばボーンぐらいで暮れですからね。そうだね、まあ、あと男のモテる料理と女性が作るモテる料理って違うっすよね。そうだね、男もうがっつりさ、なんか俺がっつり系作りたいけどやっぱなかなか作れないね、うん、家では。お、内地でツナ缶ケース売ってない。あ、売ってないんだ。売ってないです、売ってないです。お米券なら、そう、お米を直接箱では。あー、なるほど、お米券とかだったらやったりするけど、はい、そうだね、まあ、重いもんね。はい、そっかそっか。あー、でもな、何食べたい。でもこの今暑いからな。いや、でも自分、うん、
もし、はいはい、好きな人が、はいはいはい、じゃあお家遊びに行きなよって言われて、うんうんうん、ご飯作るよって言われて、そうそうそう、僕が行った時ですよ、はい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 、なんかパスタとか、はいはいはい、なんかローストビーフとか作られてもなんか、うんうん、わー美味しそう美味しそう、なんか煮しめとかなんかわかります、うんうん、肉じゃが系とか、はいはいはい、家庭料理がバッチリ、なんか煮つけとか出てきたらうーってなります。あ、まあそうね。じゃあもし自分じゃあ例えばまあなんだろうな、いい、まあ、彼女もいいし、なんかいい、はい、今日はちょっとじゃあ例えば記念日だからとかなんかあって、はいはいはい、じゃあ今日はなんか自分が作るっていう時にこれ作ったろとかなんかある？あ、それは聞きますね。なんて？和洋中。あ、じゃあ洋だったらもう、はい、正直素材に頼りますね。この、まあ、頭ついてるエビ使いがちとか。ああ、なるほどね、はい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 、骨付き使いがちとか、はい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 、はい、時間かけて煮込みがちとか、はいはい、和ね、洋はね、はい、和だったら何でいくの？和だったらもう海鮮線も完璧、魚攻めますね。魚が苦手だったらどうする？魚が苦手だったら魚が苦手だったら帰れって言いますうち奥さんが魚あんま好きじゃないから俺結構手巻き寿司パーティーとかしますね。あ、手汚れたくないんだよねゴム手袋を郵送で送りましょうそうそう、お、肉じゃががいいな。あ、ない肉じゃがやっぱり、肉じゃがいいっすよね。ちょっとお高い塩鮭焼いたやつと大根おろし、ああいいね。わかる。あと朝ごはんしっかり出てきたら嬉しいな次の、うんうん、あ、朝ごはんね、はい、朝ごはん食わないかな。あ、まあディナーより彼女を美味しくいただくんだけどね。はい、はい、ナイススパイス、はい、ワンスパイスを差し上げますありがとうございますいいねいいね、なるほどね。一旦じゃあちょっと CM 行って、またこの後もユンタクしていきましょう、はい、FM Naha。 Your radio station Okinawa。はい、皆さんこんにちは。スパイスレディオ始まってますよ。本日も DJ フラッシュとゆきです。はい、ということでね、今日は今週はモテ料理は何があるかっていう話、うん、さっき受けたのがね、おって来ましたけど、はい、肉じゃが作ったらじゃがいもない方がいいって言われたのが今の旦那で。仲悪いんですか肉が、肉、これなんて言うんだ、肉じゃがじゃないやしな。肉の煮物ですよ。肉の煮物ウケるなと思ってね、はい、はいはいはい、お、はい、ブリの照り焼きもいいなって聞きました。はい、最高。
ブリの照り焼き、いいね。最強焼き、最強。いいね、そうです。そら豆、そら豆とか沖縄であんま食べる気がないな。あ、いいですね。全部、うん、もう、まあ、皆さんの年齢知らないんですけど、うん、おじさんが好きなもんが出てきだしてます。おじさんでしょ、みんな。わかんないけど、焼きとかそら豆。煮魚できる女はポイント高いね。高い。あ、間違いないね。魚料理がちゃんとできる人はいい。照り焼き、そう、肉、そうだね。煮付けとかのさ、味付けって結構むずいじゃん。むずいっすね。結構テリテリがいいんだね、俺は。テリ焼きのくせにテリ出さん人いますか、ね、醤油にみたいな、醤油砂糖にみたいな、みりんなしバージョンみたいな、はい、まあ全然いいんですけどね。カンバさん、えへん、立派なおじさんです。はい、はい、一緒です。そうだね、煮魚、あ、ないな俺。そう、やっぱ魚好きだけどなかなかね、お家で出ないんだよね。あの、出てくるのはね、あの鮭ね、よくか、あの普通の鮭の切り身。あ、まあでも美味しいですよね。そうそう、まあ美味しいんだけどね、やっぱなんかさ、青魚とかさ、なんかもう、はいはいはい、なんていうの、白身ふわふわのやつとかを食べたいよね。まあ別にいいんだけど、なんか魚の匂いが家につくのが嫌なとか、まあそうそう、グリルとかでやるとやっぱ結構煙、うん、てか、まあ匂い充満するじゃん。なるほど。とかそういうのか、餃子とかもさ食いたいんだけどね、あんま食えないね、家では。俺、南蛮漬け久しぶりに食いたいです。あ、南蛮漬けを家でやる人いるんかね。家でとか、まあ、自分で作ったり。いや、いるんじゃないですか。僕、あの豆味とかよく売ってたら作れますね。し、結構釣りとかで釣れるちっちゃい魚とか、はいはいはい、南蛮漬けにします、ね、はいはいはい、なるほど。あ、意外と炊き込みご飯うまいのはポイント高い、はい。沖縄で言ったらジューシーとかだね、うん、ジューシーってさ、マジでさ、めったにうまいのに出会わなくない？なんていうの、自分好みの味っていうか。あ、俺ジューシーをうんまっと思ったことが一回もまだないです、ね。うん、あ、俺はね、結構蕎麦屋さんとかってジューシー置いてるじゃん、うん、そこで、ね、蕎麦屋さんでジューシーがうまいところはなんか蕎麦すらもうまく感じてしまう、はいはい、現象が起きるんだよね、あれとか。あと惣菜屋さんとかに置いてる、はい、俺んち、俺の家の近くのさ、なんか惣菜屋さんがあるんだけど、そこのねジューシーおにぎりめっちゃうまいんさ。んー、ジューシーおにぎりなんだけど、一応海苔でちょっと包まれてるのよ、あの普通のさ、あの普通にね持つ、はいはい、その海苔と一緒に食べるこのジューシーの感じがめっちゃうまいんだよね。おばあのジューシーは当たりが多い。そう、油多めの方がねジューシーはうまいよ。ジューシーって油揚げとか入ってるんですか？入ってるところもあると思う。まあ普通なひじき入ってたりもするし、まあそれは普通か。普通だね。そうそう、ひじき入ってましたっけ普通。結構入ってる率高いよね。うまい。だからそう、ジューシーな、ジューシー極めてほしいな。結構ジューシー、ジューシー作る機会がないもんな。ジューシー簡単だよ。でもだって元もめっちゃ売ってるしさ、普通に。いや、まあファミリーがいるからじゃないですか。あ、なのかな。でも普通に好きくない？白ご飯の派、はい、だからか、ユッキーは。まああと、もうジューシー作っちゃうとずっとジューシーになりがちじゃないですか。ああ、まあそうね、一号とかで作りたくないじゃないですか。ああ、そうだね、そうだね、ジューシーは多めに作らないとなんかあれだよなってなったら。もういいじゃん、そう、もう配ればいい。するし、配ジューシー屋さんだろうが。ジューシーパーティーしたらええやねんか。ジューシーバー、ジューシーパーティー、パーティージューシーバーは、ジューシーバーは分かんないけど、ショットでっつって、うん、そうそう、はい、なあ、そうだね。いや、沖縄な、なんかあんまりだから、はいはい、食に、まあ、ゴーヤ、沖縄の沖縄料理やっぱうまいといいのかな、そしたら。うん、でもなんか沖縄料理って作るんすか？沖縄、あ、でもゴーヤーチャンプルーぐらいは作るよね。僕大好きなんで、やっぱ夏は作るっす。ゴーヤーチャンプルー、豆腐チャンプルー、そうめんチャンプルー、フーチャンプルー。俺いるときは結構作ってたな。ラッテとか作ります？家ではね、めったに作らない。あ、時間かかるじゃん一応、はい、要は見とかなきゃいけないからさ、それはあんまやらないかな家とかでは。でもなんかやってくれてたら最強だと思う。なんかもう家とかでさ、なんかそばとかあんま食べないんだけど、家でそばでさ、なんかそういうやる人とかいるじゃん、早期を自分で煮込みましたとかさ、はいはいはい、めっちゃ羨ましいんだよなそういうのは。うん、そう、彼女が一生懸命作ってくれるのは嬉しいけど、2時間もかかると泥酔に飲みながら待つからね。わかるわ。この俺、そう、これはこれでいいんだけど、この俺自分でキッチン、あ、俺多分あれなんだ、
自分で最近気づいたキッチンドランカーって言葉を最近覚えたんだよわかる。俺の場合キッチンドランカーなのか、うんうん、あの酔っ払ってキッチンに行くのか、あキッチンで酔っ払うのかもうわけわかんなくなるんですから。俺もそう、俺もなんかねキッチンで作りながらだとさ、あ飲みながら作るとさ別に何時間でもキッチンに入れるよ、はいはい、わかる。なんかこのそれが楽しいじゃん、なんか飲みながらちょっと味見がてらつまみながら飲めるっていうのが結構好きだったんだけどね。冷蔵庫近くにあるんでつまみ取りやすいですよ、ね、そう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 、漬物ちょっとかじったり、そうそうそう、なんか何もただ例えばなんかちょっとちょっとしたなんか時間かかるやつとか、はい、何もしない時間帯の時って冷蔵庫見がちじゃない、はい、開けがち氷すぐ出すし何があるかなってちょっとつまむの出してみたい、うん、そう。バーベキューで鯛飯か塩釜作りがち。バーベキューやってるみんな。ちょっと待って、なんかさっきから長谷川さんのバーベキューなんかトマトのなんかこだわってるよねめっちゃね。それは果たしてバーベキューなんていうぐらいなんか あれだ庭でのバーベキューじゃん。あそういうこと。俺のイメージはもうビーチパーティーみたいになっちゃう。そうそうそう、だからどっちがメインか分かんないよ多分庭でしょ、庭家の家庭バーベキューじゃん。いいやつ。塩釜ね、塩釜とかやったことないな。やってみたいね。でもね絶対いいよね。鯛飯はなんかね、このカルパッチョやってた時はうん、うん、ちょこちょこ、ちょこちょこ作ってたんですけど、まかない意外に簡単っていうね。まあそうっす、うん、だからそうそう、あそっか、そうだね。キッチンドランカーになりたいんだけど、最近はもうあの嫁さんが作ってくれてるのもあるし、はい、あのねレンジをね毎回綺麗にもう拭くんさ、すごい。誰がですか。奥さんがね。ああ、はいはい、で、このいか家庭用のコンロのこのあれ取れんじゃん、一応上の十徳みたいな、十徳五徳か、ね、はい、取れ、あれも毎日綺麗に洗ってるからさ、あの汚すとさちょっとめんどくさいんだよねわかる。このなるほどっすね。あの俺はさかね、あのみんなが寝てたりとか、はい、で俺が家に帰ってきて、 夜帰ってきてちょっとなんか作ろうと思って作ってさ、まあそんな汚れてないと思って、はいはいはい、次、まあね、ご飯食べて寝て次の日に、キッチン使ったみたいなバレてんだよまあだから一応作るときはちゃんともう洗うようにはしてるんだけど、だからそれが、はい、それを毎回やるっていうのがちょっとめんどくさいから、あんま作らなくもなってきたかな最近。まあね、そう、まあでもいいことなんだけどね。はいはいはい、めっちゃ綺麗に使ってるから、めっちゃいい、まあ、新品で買ったからなんだろうけど、うん、めっちゃいい。そう、お川で流しそうめんしたりした。いいね、仲間に大工がいるから作ってもらったらめっちゃ最高やん。あ僕もでも流しそうめんはしますよ。何か、あのよくさドンキとかに売ってるや、あいやいや、ああいうのじゃなくて工務店とか行ったら雨どいの半分に割れたこう、うんうん、ああパイプみたいな、はい、あれでやりますね。いやガチで行ってんの、島とかで。ああ島とか最近はできてないですけど、はいはいはい、はい、でもめっちゃ楽しいだろうねそれがさ。楽しいっすよ。で水風船してみんなで、はいはいはい。おカンパさん、マイカセットコンロかを、マイカセット、あもう俺用のねそれがですね私、はい、おう持ってるんですよ。ジュージューボーイ2を持ってる。何それ1が気になるわだからどれぐらいか、パソコンぐらいの大きさの、うんうん、あの焼き台なんですよ。焼き台、ほうほうほう、ガスの大きいの。いやいや、もう本当パソコン、パッド、 iPad よりちょっと長いぐらい、うんうん、それはガスコンロなの。ガスコンロなんですけど焼き台なんですよ。だから、うん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 、もう直火っていうか、はい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 、直火じゃないな。何を焼けるの要は。もう焼き鳥、干物、あなるほどね、一人バーベキュー、何でもござれです。二人でもいい。二人だったらちょっとちっちゃいとか、もう最高さ。だから缶ビール片手に、はいはい、あいいかもね、干物して。で俺だから要はなんかさ、たまに一人でさ飲んでるとさ、はい、あの勝手に例えばインスタライブとか勝手にやっちゃう日があるんだよ。あの記憶ないけど調子がいい時ねの時やっぱもう酔うとさ、あのちょ声が少しさボリュームがちょっと音量上がる可能性があるじゃん、はいはい、本当に前それで怒られた時あったからね、気をつけだ。それでベランダに出たんさ。ベランダに出たけど一応ベランダの方が迷惑じゃないですかだからそうそうトントン後ろからされてさ、何してんのみたいに言われて、一人でこうで、あすいませんって言って、えそういうインスタライブしてるのを嫁さんに怒られるんですか
そう、ちょっと嫌っすね。はずはずよ、はずでもさ、まあ、それはまあ今年の、まあ、あの春、冬春ぐらいだったんだけど、今も蚊が出てきてんだよ。あ、ベランダもいたらさ、めちゃもう蚊に噛まれるからさ、ちょっといけないんだよね。蚊取り線香買おうかな、そしたら。そう、まあでもマイカセットコンロいいかもしれん。売ってるよね、普通にね。売ってますよ。しドンキが今安いっすね。ああ、なんかあのバーベキュー用のやつとかもいいね。はいはい、俺あれやりたいんだよ。だからあのオイルサーディンを外でこうやって。いいっすね。楽しそうじゃん。しあれさえやったらちっちゃい鍋買っとけばカップ麺もできますし、なんでも一人カレーもできるし一人カレー一人カレーパーティー、カレーパーティーいいね。パーティーってつけとけば楽しくなるですからね。なんかだからこのバーベキュー、あの料理をちょっと今年チャレンジしたいな。串ぶっ刺し系やつとか。一昨年のビーチパーティーぐらいやってませんでした？やったっけ？鉄串で。鉄串でやったっけ？やって、肉こんなジャークチキン串みたいなのとか作って。ああ、やったやったやった。で、あの肉と野菜交互に挟んでるやつは野菜だけ焼けるから結局外したっすけど。うん、火の弱さが強さが分からずね。はい、そうそう、とか炭火とかさ。はい。やっぱ外で食べるお肉の炭火のやつはいいよね。やっぱいいっすよね。そうそうそう。焼き、わあ焼きたい。いいじゃん、今日やったらええやん。いや今日カレーパーティーなんです。あ、今日がカレーパーティーなんです。カレーパーティーっつってるけどカレー1種類しか作ってないですから、ね。うん、ただ量が多い。量は、いや、フライパンで作ったんで。うん、まあじゃあみんなで食べて終わりみたいな感じでね。いや、まあ別に2人で食べるんです。あ、おかわり自由。はい、いいね。何回ぐらい予想してんの？いやでも米を食えないので、あ、あんまり食わないんじゃないかな予想もある。いや、俺はカレーはね、ルー派だからね。俺あと結構カレーおつまみに酒飲める人なんですよ。ルーだけだったらさ、あ、まあいけるでしょうね。はい、俺もいけると思う。カレーは飲み物っていうぐらいですかね。そうなる予想ですね。カレーを、カレーと酒か。はい、カレーと酒か。意外にカレーと酒ってあんまやったことないかもしれない。なんか具で酒飲むんですよ。うんうんうん、で最後締めにルー食うんですよ。はい、あ、なるほどね。いいね。いい。お、はい、ハローさん、カセットコンロならレンコンとベーコンのアヒージョくらいでいいんじゃん。アヒージョ ね。アヒージョやりがちだな。アヒージョもいいね。アヒージョいいね。アヒージョいいっすよ。外で食べるアヒージョとかめっちゃうまそうじゃない？なんか。はい。空、あの、やっぱ今年はキャンプ行きたいね、本当に。行きたい。あの海辺っていうか浜辺とかいう砂場っていうか、なんていうの、砂地キャンプにキャンプテント立てて。キャンプしたい。いいね。ガチでちょっと今年計画してやりたいね。はい、外でやりましょう。換気さえ良ければいいんでしょ。いや、わかんないけど。現地がやってるぐらいなんだからやりましょう。そうだね、そうだね。まあそうね、そうそうそう。まあ沖縄ね、今緊急事態宣言となっております。はいはい、国際通りもまたシャッター街になって大変ですよ。もう皆さん、はい、どうしますかこれから。20日って長いな。1ヶ月だぜ。うん、まあもうだからね、一応まあ、うん、まあ仕方ないは仕方ないんでね。はい、まあどう、まあその中でどうやっていくか、生活していくかを見出して、うん、やっていきたいんですけど、ね、今日ね、あのうちの娘がね、あの朝小学校、まあ途中ぐらいまで送るんだけど、いつもその歩きながらね、あの1年生になったらって歌あるじゃん、よく1年生になったらみたいな歌でね、普通に、あ、なんか覚えたよみたいなで普通に聞かせてくれたんだけど、もうその歌がちょっと今聞くと結構なんかグサーってくる歌詞があって、なんかもうなんだか1年生になんか2番3番ぐらいまであるんだよ。1年最初はなんか友達100人できるかなさ、でなんかその何パターンかあって、なんかこの1年生になった、1年生になったみんなで笑いたいみたいな、100人なんとか笑いたいみたいな、なんかもう、はい、が母は母は母はみたいな、なんかこのさ、みんなで笑い合いたいみたいなっていうのを言った後に、このうちの子がめっちゃ笑ってたからさ、なんかもう今はもうマスクばっかじゃんもん。はい、だからなんかもう笑うのもなんか笑いづらい世の中だなみたいな、わかんないじゃん表情が。はい、だからもうなんかちょっと頑張ってなーって思ったっていう、急にそういう話です。いやだからちょっとなんか ね、なんか子供たちもね、まあ生きづらい世の中だなと思って、はい、いやだから家にいる時、家の中ではさすがにマスクとかさしないんだけどさ、うん、
もうだからなるべく笑わせられる環境に持っていけるようにしたいよね。お友達、そう友達100人いらねえだろう。そうなんならね、だってもうクラスも多分昔ってさ、多分100人規模で多分学校っていたんじゃね。要は何クラス、3クラス以上とかさ、30名以上でしょ大体。でも100人、年100人そうそうそうぐらいいるじゃん。でも今なんてもう30名ぐらいの大体2クラスとか、多くても3クラスぐらいだからさ。それは那覇が街中だからじゃないですか。いや違うと思う。だって俺も普通に大体しゅ、だって昔はだって絶対4、5クラスぐらいあったじゃん、どこの内地だって多分、はいはい、だからそれが多分そもそも100人も友達にならないみたいな。そう給食の時間喋っちゃダメなんだって。そうなん、なんからしいっすね。そういうところもあるみたい。例えばさ、昔はさ給食時間になったらさ、あの向かい合わせにテーブルをさやらなかったな、このやって1になって、なんか小学校の時やってたかも。やってたよね。なんか半半みたいなのありました。そうそうそう、班ごとに要はさグループ組んで、給食当番も要はそのグループで、例えば6名1組とかそんな感じじゃない、分かんないけど、ね、5名1組とかそのグループでみんなで多分食べてたけど、今多分分かんないけどやってなさそう。うん、なんかもう要はみんな前向いてさ、しかも食べる時は以外喋るなみたいな。ウケるっすよ。いや何それと思って、一応はちょっとなんか親として、ね、見るとなんだかなとか思うね。友達は狭く、狭く浅くだよな。狭く浅かったらもう誰も知り合いおらんじゃんすよ。狭く深くとかだったらいいってことか。親友とか作ったりね。広く浅くでしょ普通。広く誰とも関わりたくない。小学校の同級生200名以上いるって、すごいね。ベッドタウンとかはいるでしょうね。まあ昔は もちろん多いもんね、うん、今はやっぱ少子高齢化でどん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 さ子供の数も少ないからさ、逆にでもまあみんなと友達になるなんか絆とか的な感じではさ、あの深くなりそうじゃない、うん、なんかみんな知ってるみたいな感じ、うん、だしなんか最近はこの送り出す時にさ、もう信号待ちとかで見つけるわけよ遠くの友達を。にゃーなんとかちゃーんみたいな感じで、はいはい、もう俺まだ送ってあげたい親父なのよあいつ、できればね、はい、学校の近くまで、はいはいはい、でもね見つけた時はね、もうその友達と学校行くんって言ってね、もういいやここでバイバイみたいな、で走ってパパパパって言ったら嬉しいけど寂しい。そうそうそう、あこうやってあの巣立っていくのかみたいな。で一応はさ、あの見えなくなるまで俺まだ見てんのよ。で振り返る時と振り返らん時があるんさ、はい、振り返った時にバイバイしてくれるんの時は嬉しいじゃん。振り返るためにバイバイしてるんだけど、はい、要はちょこちょこね、もう友達喋ってさ、もうその話に夢中で、もう俺振り返ってもらえなかった日があった時はちょっとあのちょっとショックだったねあれは。そうそう、まあ怖いです。でも友達ができたんですね。友達はそうそう、もう違うクラスの子と名前までもう普通に覚えて。子供はすごいな。そうそう、子供はすごいんでね。学童にも行ってるからさ。あなんだっけ、学童は放課後、そうそう、まあだからもう児童館みたいな。そうそう、6年生ぐらいまで、あの学年もバラバラで、あの行くところにも行ってて、だからお兄ちゃんお姉ちゃんと今日遊んだよとか。いいっすね。そうそうそう、まあもうだから楽しそうでいいんだけどね、うん、学校は学校で、まあ、勉強楽しいって言ってるからさ、勉強楽しいって言ってくれてるのがめっちゃ嬉しいよね。勉強楽しいってすごいっすね。その年で1年だから、なんかあの宿題とかも持ってくるんだけど、なんかこの丸書いてとかで、朝毎朝読書するんさ、あの今日今習ってる国語のところ、なんか分かんないけど、なんか題名なんとかって言ってたの、2、3ページぐらいのさ、ひらがなだけのところ文章を、あの読んで丸つけ、なんか姿勢とか声の大きさとか俺が丸つけるんだけど、もうめっちゃなんかもうどうやがうなんとか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 、はいはいみたいな。そうそうそうとかねやってるから、まあ子供の成長はね、はい、嬉しい。急にこんな話になってますけど、いや、はい、最近の子は昨日のテレビの話とかしないんだって。ほえー、YouTube の話とかするんですかね。まあなんかねよく見たりしてるのはね、俺がいる時はあのなんか逃走中とか見てるね。捕まえるやつとか、はいはいはい、鬼ごっこっすよね。そう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 、音読カード、そう音読カードですね。そうそうそう、音読カードとか今あれもやってる、なんでチャレンジ1年生みたいなやつ、やってるんですか、すごい。なんかでしかも今それをそれあれなんよ、もうでっかいねタブレットみたいなのが
もう送られてきて、はい、それでやるの。だからもうパソコンっていうかそのこれでもう、ま、なんかそういうのだと俺も勉強楽しめたかもな。あ、そうそうそう、なんかねゲーム感覚でやるから楽しいんだはず。で丸自動で丸バツとかさ、もう一回とかさ、しかもなんかで迷路っぽい、迷路っぽいんだよ。なんかこのあれですよね、お家であんまりタブレット触らせてないんじゃない。あ、そう、俺んちはなんかあんまり多分まだなんだろうな、アナログっていうかあんまり YouTube ってさせたくないタイプだから。だからもうタブレット触れるので嬉しいのかもしれないですね。あ、そう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 、そうかもしれない。だからなんか無駄にそのゲームばっかやらすとかじゃない。でもこれはこの勉強しながらゲーム感覚でやってるから多分楽しいんだ。この要は一個の問題が解けたらクリアになって、なんか迷路がどんどんつながっていく、すごろくみたいな感じで。いいな、楽しそう。そうそうそう、だそういうのがなあったら結構頑張れたね。確かに。そうそう、だから一応楽しそう。あったんかよ。なんかでも真剣ゼミとかやってたかも俺。いやでも俺じっとできないこと無理だ、多分あっても。そうだね、タブレット壊してるはず。楽しい。タブレット、まあそれしかできないからいいだろうね、うん、多分ね、そのあれしか言ってない。お、私も見てます。妄想中。お、ありがとうございます。おそらさん、はじめまして。はい、メンソーレ、今日はモテ料理の話が今、急に子育ての話になっておりましたけども。ああ。ね。あとはあれだ、俺もモテ料理で一つ忠告しときたいんですよ。何何何何。かぼちゃの扱いだけは気をつけてください。ああ、皮の扱い、かぼちゃ。あ、かぼちゃ、はいはいはい。なんでなんかカレーにかぼちゃ、誰とは言わないですよ。カレーにかぼちゃとかシチューにかぼちゃ入れる人いるんですよ。もう俺それすっごい嫌で俺ね、俺もカレーは、ま、シチューはまだギリギリかな。カレーもなんか薄く切ってグリルにしたのを上から乗せるとかだったら分かるんですよ。ああ、はいはい、分かる。付け合わせみたいな、この感じね。よくグリーンカレーにあるじゃないですか、この三日月っぽい感じでね、はい。でもなんかがっつり要は煮物やんみたいな。あ、わかる。それはちょっとちゃうやろ。全部かぼちゃ味になるし甘いしな、しょうがないしこれはねモテないってことね、はい、ノットモテですじゃなんかお家によって文化あるじゃないですか。うん、わかるわかる。それはね本当に確認し合った方がいいなっていうのは思いましたもう多分ユッキーの周りだろう、連絶。あ、中一の次女が英語の参考書が欲しいって買いに行ったら高え高え2700円、高っ。まあ、いやでも、ね、でも将来の投資と思えば、そうそう、英語とかいいんじゃん、めっちゃ。そう、お、はい、長谷川さん、かぼちゃのベークドプリンを差し入れてやるとモテるね。ああ、ね、そういうのはいいんですよ、うん、あと、ま、うま煮とか。多分ね俺かぼちゃそんな好きじゃないんだ。いや俺もっすよだからねなんかたまに馬肉ったら美味しいぐらいでそう、甘いやつね俺、甘醤油的なのはうまいけど、なんか食感が嫌なんかな。意外と口の水分持ってかれるし、い甘いからじゃない、わかんないけど。あーすかね、やっぱそう、何にでも入れるじゃんグラタンとかあーわかるわかる、うっとうしいてもうふざけんなよ。かぼちゃに嫌われちゃうよ。でもかぼちゃ嫌いなわけじゃないんですよ別に、ポタージュも食うし。あ、そうそう、かぼちゃのポタージュはめっちゃ大好き、はい、かぼちゃは好きなんですよ俺長谷川さんも作るけどかぼちゃ嫌いって。あ、やっぱそうだよね。だからやっぱ使い方を間違えないようにだけ声を大にして、シンプルに使えと、かぼちゃは、はい、余計なことせんといてって。かぼちゃでなんかなんかかぼちゃの味噌汁とか出てきたことある、ね、いやもうぶっ殺しますよそんなんやったら。もうふざけんなって話ですよ。味噌汁って何、甘い何、甘い味噌みたいになってはい、ということで結論はですね、かぼちゃはあまり使うなっていうことですね。かぼちゃは危ない。かぼちゃは薄切りで揚げるとかね、もうほんとかぼちゃ天ぷらぐらいにしてください。天ぷらもな、うん、まあ許しましょう。そう、かぼちゃだけの煮物は好き。そう、かぼちゃは煮物でお願いします。じゃあ今日はね、こんな最終的にかぼちゃをいじめてしまったけど、かぼちゃの扱いに気をつけようという回でした、はい、そうですので、まあ、今週はこんな感じで終わっていきたいと思いますけど、来週はどうしようかな。まあ来週6月なってるからな、やばいな。6月です。みんなで俳句大会でもやりますよじゃあこのね、半年、ほぼ半年間にたまりたまったなんか、はい、メッセージ、まあ久々に終わったの、わじったコーナーみたいな、
綿のわじった、そうわじってることをじゃあ、来週は、お話ししていけたらと思いますので、ぜひ皆さん来週もお付き合いくださいと、はい、いうことで、はい、今週もおりますよ。じゃあ今週もスパイスレディオありがとうございました。いくよ、来週もスパイスレディオ聞かないとすぐカレーにするよ。バイバイ。いやラジオ聞いてくれよ。スパイスレディオってこっちですか。揃っていいんが足りねえんだな。スパイスレディオ見たいですよ。爆発的なプロデューサー。